ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はですね、第24回目になります。即座角についてね、解説していきたいなと思います。この動画はですね、リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズとなります。これまでね、僕が執筆した姉妹本の脳卒中の機能回復とですね、脳卒中の動作分析ですね、これらと並行してね、勉強していただくと、よりね、脳神経系に強い専門家をね、目指せていけるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ見ていただければなと思います。あとね、観察のポイントとか臨床のヒントとか、この動画の感想とか、こここうした方がいいんじゃないとか、そういったのあればね、ぜひコメント欄の方にね、書いていただければなと思います。それではね、即座角ね、まあ馴染みのない方もね、結構いらっしゃるし、まあ脳科学の講義でもね、割とこう紹介はするけど、そのまま流されちゃうっていうのはね、領域でね、そういった領域になりやすい傾向もあるのでね、今回ね、いろんな神経のコネクションなんかもね、論文から引用してすごい載せてますし、解説細かくしていきますのでね、これを機会にね、即座角に強くなっていただければなと思います。まずね、場所なんですけれども、即座角ね、前脳基底部ってね、こういうのも馴染みない方もいるんですけどね、本当にやっぱりこう前脳ね、前頭葉のこう底の部分になるんですけれども、でこう視床下部ですね、視床下部のまあこうね、背側にあるね、こう副側線状体って呼ばれるね、中核の部分になって、そこにね、側座核コアとね、側座核シェルっていうね、なんかちょっとかっこいいですよね、コアとシェルって、なんかそれでくすぐられるタイプなんですけれども、そういった2つの重要な要素でなってて、まあ、即座角コアですね、 NAC ね、コアって書くんですけれども、これはね、背側線状体ですね、微上角とか比較とね、類似してて、運動機能とかね、まあ、条件刺激に対する、まあ、行動の開始とか、まあ、運動習慣とか、もちろんね、報酬にも関わるんですけれども、そういった要素になって、即座角シェルっていう方がよりね、大脳辺縁系とね、強いこう無条件刺激に対する報酬関連の調節とか、やっぱ特にね、薬物とか、ああいったところの報酬作用にね、影響を受けやすい領域というふうに言われています。で、血液供給なんですけれども、まあ主にね、前大脳動脈ですねの、まあこれまで何度も出てるホイブナー半回動脈っていうのと、中大脳動脈ですね、 MCA ってね、レンズ角線状体動脈っていうのがその MCA から出るね、この辺も比較とかね、微上角でね、やっぱその領域の近くなのでね、なんとなくイメージしやすい方も多いんじゃないかなと思います。じゃあね、神経ネットワークでね、まあ、今回はね、ちょっとネットワークが多いので、この論文からですね、より細かくね、この論文の図を参考にして解説していきたいなと思います。まあ、この図でね、いろいろ見ていただければと思うんですけれども、こう、まあ例えば前頭前野とかね、背側の線状体ね、副側の線状体ね、単層球とか、扁桃体とかね、インシュラですね、頭とか海馬とか視床下部とか確かあったと思うんですけれども、まあ、こういった部分とね、こう側座角ってね、相互作用、相互接続されていて、報酬とか感情の処理にね、すごい大事ですよっていうことで、まずね、ここの図のね、まあ、快楽的なね、論文でね、ホットスポットとコールドスポットってね、なんか表現がね、なんかいいなと思ったんですけれども、まあ、即座角コアの領域ですね、これがね、ホットスポットの、これ見えればわかると思うんですけど、分足領域のオレンジ色のとこですね。ここが動物研究において、まあ、特にこの領域ね、さっきも意思決定とかね、そういったのも言いましたけれども、報酬の今度、好みですね。どっちにしようかなっていう、まあ、綺麗なちょん、ま、長い髪の人が好きとかね、短いショートのボブが好きとか、ああいったちょっとこう認知的な側面入るところですよね。で、じゃあ即座角のね、このコールドスポットっていうね、より微側側のね、青の部分になりますけれども、ここはね、より好きか嫌いかみたいなね、もうあの人生理的にダメみたいな、まあ、まさにあそこのね、報酬の領域にね、こう重要な領域になってくるのでね、まあ、まあそういったところでね、そのコアとシェルっていうのはすごく分かりやすいかなと思います。でね、単層球とね、扁桃体の役割ってことでね、単層球はね、このオピオイド活性ね、よくね、がんの方でオピオイド系のね、麻酔とかありますけれども、そこの快楽スポットとね、あと別の部分に抑制ゾーンっていうのが見えるんじゃないかなと思います。あとね、この扁桃体ですね、これは今までお伝えしたような、特に本能的なものなので、報酬の欲しい、あれ絶対欲しい、ゲットしてやるみたいなね、やっぱり扁桃体っていうのがここで見えると思います。
でね、あとね、神経伝達物質ですね、DA ってね、略しますけれども、まあ、これまでお伝えしたドーパミンとね、GLU ってね、グルタミン酸ですね。これがモチベーションを高めていく神経伝達物質で機能しますし、これまでも何度か出てた、ガンマアミノ酸ですね、GABA って書いてますけれども、これはよくね、抑制ってね、活性を、蚊を低下させていく、阻害的な効果がありますよっていうね。で、あと神経伝達物質のこう伝達路なんですけれども、このドーパミン伝達ですね、これはもう大脳基底核なんかでもたくさん説明していますけれども、こう複側被害やってね、 VTA から側座核とかね、複側側の単層球とか、ね、直接肺側線状体に行くようなのね、まあ、そこから行く形で見えるかなと思います。あとね、 GABA のこう伝達ですよね、こうね、側座核から複側の単層球ね、VTA の領域、あと視床下部のね、外側っていうのがこう見えると思うんですけれども、そこので、ね、流れですよね。あと他の流れでこうグルタミン酸の伝達っていうのも確かあると思うんですよね。こう扁桃体の基底部のこう外側であったりとか、眼下前頭前野とか海馬、ね、そこから NAC に行って、欲しいってね、欲しいがある欲求ってね、価値を評価したりとか、記憶にね、やっぱ当然関連する領域になります。あとね、このね、インシュラですよね、頭皮質ってね、前も頭皮質でね、大脳皮質の方で細かく説明したと思うんですけれども、ここはね、覚醒とか興奮のね、内臓感覚の説明したと思うんですけれども、そこがベースとなってドーパミンとかGABAのね、こう変化にね、影響しますよっていうところなんですよ。でもう一つがね、DA ってドーパミン経路があると思うんですけれども、その複側被害やですね、VTA って呼ばれるところからね、報酬系につながっている領域ですよね。ここがやっぱ報酬に基づく行動の強化ですね。当然それがやっぱり依存症の薬物のになったり、気分障害とかね、躁鬱とかに関連してくる領域になってきます。で、このね、VTA からこの肺側の線状体ですね。そこの経路がより習慣の形成ってね、運動制御に関連してくるような領域になって、まあ、ここがね、物質の当然使用にも報酬に基づく学習の文脈ですね。あとこう自発的に自分で行動していって、習慣的な行動のね、移行につながっていくっていうような領域でよく説明されます。あとね、オレキシンってね、聞いたことある方もいると思うんですけれども、まあ、物質なんですけど、そのね、視床下部のこう外側のところから複側の単層球の方まで行く領域で、よくね、覚醒とかね、神経伝達物質の覚醒領域とか、あと当然報酬の処理とか、ね、依存行動にも影響してくる領域になるので、やっぱいわゆる覚醒剤の覚醒とかね、報酬とか、すごくやっぱ重要な領域になってきます。であとね、この GLU ですね、そのグルタミン酸の話したと思うんですけれども、当然ね、これね、欲しいっていうね、刺激物質ですから、そういったところと記憶に関連していって、まあ、そういうね、側座核とグルタミン酸の形で報酬の処理に重要になってくるんですよね。ですので、その、例えばですね、そうですね、その眼下前頭前野ですね、ああいったところからの入力って報酬系にね、関連するんですけれども、海馬の方は報酬の記憶の方に関連するってね、ああやっぱりあんだけ昔飲んだからあれが忘れられない、あの味が忘れられないって、ああいったのってやっぱ報酬とかね、ああいったのっていうのは当然記憶と密接に絡んでくるのでね、そういったところも当然役割が変わってくるんですよね。あとそういうね、GABA の説明しましたけれども、 GABA ってね、このね、機能的にその側座核ね、の活性化をこう抑えるね、抑制性の物質ってね、ドーパミンとかグルタミン酸からの興奮の入力のやっぱバランスを取っていかないといけないので、ドーパミン出た、あ、報酬欲求抑えられないってとこを待て待てってちゃんと抑えないと、人間のね、行動ってバランスがね、調整できませんので、まあ、こういったもので当然重要になってくる領域になるのでね、まあ、そこの調節が、ね、不全してくると、今度はね、依存症とかうつ病とかね、なってくるような領域なんですよね。ですね、今回この論文からね、この図を見ていただきたいんですけれども、精神疾患の方のこの脳の活性化パターンもね、ちょっと分かりやすかったので、ちょっと用いらせて説明させていただきます、ね、このまあいろんな V ね、VLPFC とかね、書いてますけれども、こう副外側のね、前頭前野とかね、内側の前頭前野ですね、 MPFC 扁桃体ですね、アミグダーラですから AMG ってね、あと前頭前野ですね、眼科の方なので OFC ってね、眼科前頭前野とか脂質って呼ばれますけれども、こことね、AC ってね、こう相互作業をしててね、まあ、こういった部分も以前の動画の前頭前野でね、すごく細かく説明しているのでね、それと見るとすごく今回リンクしてくるんじゃないかなと思います。
それでこのね、大鬱のね、MDD って分かれますけれども、ここが感情的な報酬、ね、刺激と報酬の両方に対して活性化が低くなっちゃうよって、当然に抑制されるわけですから。で、この双極性障害で、ね、BD ってね、こうバイポーラーディスオーダーって言われますけれども、ここがね、感情的なののこう刺激に反応すると、より多く活性化してきますし、で、その報酬に、ね、応じて活性化がね、こう低下して、これがやっぱり、落ちてくるとやっぱりそれで双極性のこう鬱側大鬱の部分と類似してくる領域のこう写真になります。で、今度ね、薬物の乱用障害っていうのがね、これがまあ逆パターンなんですよね。その大鬱の方とかとね、やっぱりあの報酬に応じてあのまあそういった即座核がね、より活性化して依存していくわけですからね。こういったのでね、まあ、僕らもこう精神疾患の方って、僕もね大学病院でもちろん担当はしてたんですけれども、やっぱりこうあの大脳皮質と高次脳ってどうしてもこうあのまあそういう高次脳機能障害がそういう反則無視とかね、あの注意障害とかあっち側とね話すことが多くて、どうしてもねこう僕らリハビリ領域の人って精神疾患の方のこう脳画像の人とのこう説明ってあんまりね馴染みがないのでね、やっぱこういったものも僕も今回改めてたくさん精神疾患の方とか発達障害の方とかとこの脳科学を結びつけていく上でね、とっても大事かなと思うので、まあそういう意味で病態像としてあのこの領域ってうつ病とか統合失調症とか非常に即座核ってそういったあの部分とね、あの紐づけて説明されるんですよね。ですので僕もね、もっともっとトピックで、まあ、脳卒中とかパーキンソン病だけじゃないいろんな脳の疾患の方と結びつけてこの脳科学シリーズをね、よりもっともっと幅広くしていきたいなと個人的に思っています。じゃあね、この脳画像の MRI の見方になるんですけれど、まずポイントとしては前脳基底部ですね、最初に説明しましたけれども、そこを押さえると。で、今度はね、尾状核と比較ですね、そこのそばにありますよってね、お伝えしたと思うんですけれども、特にね、こう、腹側の底部ですね、そこに位置するので、そういう意味では、こう、腹側線状体っていうふうにね、側座核呼ばれたりするのでね、この写真なんかの A なんか見たりすると、よりこう、場所がね、分かりやすかったりするんじゃないかなと思います。あと、この前後連ですね。こういった、まあ、あのね、正中でこう、ね、区切っていく束なんですけれども、これがね、側座核って、この後連のね、すぐ上の前方側にあるんですよね。そういった部分でも、こう、よく見られたりして、あの、まあ、側座核のこう小さい楕円形のね、領域を探したりすることで、よく述べられたりします。ですので、まあ、このね、あの、まあ、ドーズディペンデントの論文なんですけれども、そういうね、薬物依存の。で、この写真でね、非常に中脳とかね、大脳脚が見えてくるラインでね、こう前脳基底部とか側座核ってね、位置が分かったりするので、まあ、そういう意味でね、いろんなこう側座核の位置もちゃんとこう 3D でね、追っかけられる、ね、あの視野をね、増やしていただければなと思います。それでですね、今日ね、あの論文トピック、ね、あのこう様々なね、強化スケジュールの実施っていうね、こうリハビリでもこうスケジュールどうしたらいいですかとか、このスケジュールってどういう理論に基づいているのかなってね、僕も昔からよくあの、ね、気になってて、まあ、論文いくつか読んでたんですけれども、まあ、今回ね、あのより新しいこの2022年のね、ハナーさんって方が述べられててね、分類をしっかり4つに分けていたんですよね。このね、論文に関しては細かくはね、しっかり現状を見ていただきたいんですけれども、それをね、あの4つをしっかり僕の中でより分かりやすいふうにね、ちょっと落とし込んでみたので、ちょっとね、歩行のリハビリの歩行場面にね、落とし込んでちょっと解説していきたいなと思います。まず1つ目がね、あの固定感覚スケジュールってね、こうフィックスドインターバルあのスケジュールって呼ばれる、よく FIS って訳されるんですけれども、これね、あの毎週金曜日にね、こう、放送される、まあ、お天気、あの、お気に入りのテレビ番組、ね、なんかあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった毎週何か決まった時間にこう発生して、ね、それ決まったの見たら、あ、楽しいってなるじゃないですか。予測が分かるって。その時見たら楽しいってね。じゃあ、患者さんで言えば、行動を何回行ったかに関係なく、一定時間が経過すると、報酬を受け取れると。例えば、歩行練習なんかしてる時に、10分間ね、にどれだけたくさん練習しても、まあ、10分ごとに褒められるとかね、なんかこう報酬がもらえるってね、まあ飴で喜ぶ方は、お子さんの例であればそういったのは分かりやすいと思うんですけれども、まあ、でそういう意味ではこう利点として予測可能な報酬ですよね。患者さんに安心感を与えて、やっぱり長いリハビリテーションでもモチベーションを持ってね、あ、今日リハビリ60分だけど10分ごとにこうやって休憩して、まあね、大好きな先生とお話できるとか、まあ、そういった部分でね、分かりやすいスケジュールスパンですよね。
ただ欠点というのが、報酬受け取った後、ああまた60分後、10分後かってね、10分後に報酬もらえるから、ちょっと最初はのんびりやってて、最後のところだけちょっと頑張ろうかなぐらいな、どうしてもそういうね、もらえる報酬の場所が分かりきっちゃうのでね、スケジュールに慣れてしまうと、やっぱ効果が薄れてしまうってね、運動学習とかにおいてね。じゃあそれとは違う、こう2番目のね、こう可変感覚スケジュールってね、こうバリアブルインターバル、インターバルスケジュールってね、VIS って訳されたりするんですけど、これね、例えるとこう釣りに似てるんですよね。で釣りってこういつ魚が、ね、釣れるかわからないじゃないですか。でも釣り糸をね、こう水の中に入れておけば、いつでも釣れる可能性はありますよっていうところなんですよ。でどういうことかというと、患者さんが例えば予測できない時間間隔で報酬を受け取るっていうセッティングになるんですよね。ね、5分後、あるいは次は12分後、ね、次は7分後みたいな、ね、ランダムに、ね、報酬を受け取って、ね、予測の可能が、ね、できないけれども持続して楽しみを増やせるってね。だからそういう意味ではこう、ね、あの利点としては、報酬のタイミングが予測できないから、さらに連続してなんとか頑張れ頑張れ、次いつもらえるかなみたいな形で長期間にあたってモチベーションが、ね、維持できるんですけれども、欠点はやっぱそれがね、設定が間違っちゃったりすると、もう予測不可能だから、患者さんがフラストレーションね、いつ休憩できるんだろうとかね、いつね、大好きな先生とかね、患者さんの隣の人とお話できるんだろうみたいな形になってくるんですよね。でこう3番目ね、固定比率スケジュールってね、こうフィックスドレイティオスケジュールって呼ばれる FRS っていうのがあるんですけれども、これね、まあ、例えるとこう10回購入するごとに無料のコーヒーがもらえますよってね、よくスタンプとかね、ドトールとかね、スタバとか、まあ、スタンプやってないかもしれないですけど、そういったところを想像していただくと、要はこう特権を受け取るためにね、コーヒーを何杯購入する必要があるかっていうのが、まあ、道筋が当然固定なのでね、分かるっていう。患者さんは1回の回数の、ね、行動を、1回じゃない、一定の回数の行動を行った後に報酬をもらえると。で例えばその10歩歩くごとに褒められるね、そしてたりこうステッカーをもらえるってね、まあ、10歩っていうのはちょっと短すぎですけどね、まあ、人によっては100歩とかでとか1000歩でもいいと思います。でこれで報酬を得られるために必要な手順が正確に分かるので、まあ、利点としては報酬がね、特定の努力量に直接結びついていくのでね、高いモチベーションを得られると。で僕もちっちゃい頃ね、ラジオ体操毎日ね、6時半に夏休み行ってスタンプを押してもらって最後ノートをもらえるみたいなね、ところですよね。固定が分かってる。ただ欠点としては、報酬の基準に到達するためにやっぱこう無理して行き過ぎたり、ちょっとずるしてね、どうしてもな、スタンプもらえる最後のところだけギリギリ行ってもらいに行くみたいなねなんかいろいろ思い出しましたけど、ハンコ見つけてこうすとかまあそういうのはちょっと置いといて、まあね、ガキ時代はいろんないたずらもしますけれども、まあ、そういったこう目標をね、達成して報酬を受けると、まあ一定にね、当然モチベーション下がると。もう全部いったらもうノートもらえた、もう次行く必要はない、早起きする必要はない、寝ようみたいなね、ありえますよね。であと4番目として、可変比率スケジュールってね、このバリアブルレーティオスケジュールってなるんですけれども、これね、カジノのね、スロットとかって理解してもらえばいいかなと思います。いつ勝つかわからないけれども、次に引くと確変が起こる可能性があるってね、すごく依存性であり学習性じゃないですか、習慣性ってね。でそれでこういう報酬がね、さまざまな歩行とか移動距離の後に得られると。で例えば患者さんが予測不可能な数の行動の後に報酬をもらえるってね、いつもらえるかわからないって、意外とだからそういう意味では分かりづらいんですけれども、で、いろんな、歩行のステップでもいいですけれどもね、歩行のいろんな課題をね、3つ4つクリアした後に、もらえたり、ね、20個クリアした後にもらえたり、ね、3日間連続した後にもらえるとか、そういったところの部分で、リハビリの場面で多くは なんとなくスタッフのこう、ね、モチベーションとか、ね、気分でね、これはじゃあこの後休みましょうかとかね、屋外訓練したら休みましょうかってね、そういうふうに気分でやってる療法士の方の中にはいると思うんですけれども、こういった可変性をこう組み合わせてね、いつもらえるかわからない中で歩行練習とかね、屋外訓練とかで自宅の中で の訓練とか、そういったものでやられてる方も当然ね、そういうふうな方が多いとは思うので、そういう意味ではね、いつもらえるかわからない、こうドキドキするみたいなね、モチベーションね、こう高く保たれますよね、そういう意味では、ね、でこうね、悪い習慣化になりにくいんですよね、いつもらえるかとね、どういうタイミングが読めないので。ただ欠点としては当然ね、それが複雑化になりすぎちゃったりして、ね、当然予測不能が大きすぎると患者さんストレスを感じますよっていう、
まあ、そういったね4つのポイントがあるのでね、でそういったのをやっぱりこう組み合わせていって、患者さんの目標とか思考とかね、でそういったのに合わせてやっていくっていうのがね、あの当然まあリハビリ場面とかね大事になってくるのでね、まあ、いろんな部分でそういったね息子さんが受験生だったら、そういった部分のね4つのポイントなんかで絞っていって、でどういうふうに組み合わせていこうかっていうのもね、すごく参考になるんじゃないかなと思います。それではね、あの臨床の観察とヒントなんですけれども、まあ、即座角ね、例えばこう食べ物への活動の興味はってね、テレビを見たり読書をしたりとか、ね、好きな食事を楽しんだりとか、そういった部分の通常は報酬が得られるのに、そこに全然関心がない、喜びがないってなったりすると、親そういう、ね、即座角を含む感情とかね、報酬系のはどうなんだろうってね。ね、例えば他にも運動機能の調整はってね、食器を取ったりとか歯を磨くとか、歩いたりとか、まあ、ああいったね、当然即座角ってね、あの大脳基底核とのつながりってね、これまでも説明していますしね、あのね、当然線状体の方に入りますので、微状角とか比角とか、ああいったところの運動の反応とか、運動学習、報酬ね、そういったところと関わってきますので、当然そういった運動の部分も、そういったところも即座角も当然関連はしてくるという理解でいいかなと思います。あと3番目として、当然ね、感情の処理はどうですかってね、会話の、ね、コミュニケーションする中で突然やっぱり笑い出したり泣いたりとか、ね、異常にイライラするとか、まあ、そういった通常と異なる情動反応ですよね。で特に即座角のシェルの方が扁桃体とか、ね、大脳辺縁系とのコネクション強いですよってね、つまりこう報酬とか、ね、嫌悪感とかね、あそういう、まあ、あの好き嫌いはあの人ダメとかってね、もうリハビリ絶対受けたくない、もう行かない、もう自主歩きたくないみたいなね、もう完全に好き嫌いでバーンってこう切られちゃうとか、僕もねあの昔ありますけれども、そういうふうにこう言われちゃうのがね、だからそういったのにこうつながってきますよね。あと意思決定と衝動性はっていうね、患者さんがやっぱこう会場なしにね、情動的にこうベッドから起き上がろうとしたりね、いきなりパーンってね、もう確実に解除必要なのにもういきなり立ち上がったりして、丸々さんどこ行くんですか、いやちょっともうトイレ行こうとしたって、危ないですからってね、そういうのあると思うんですけれども、まあ直接ね、それとかまあそういうね、あの食事をね、時間で待たないといけないのに、もう目の前に置かれたらすぐ食べ始めるとかね、ああいった衝動性の部分ってなのが出てくると、まあ即座角ピンポイントでやられただけでは、多分他のね、脳機能であの制御できるところはたくさんありますからね。だから後半にやられたりする、そういったね、代償が効かないループが全体的にやられると、もう抑えきれないっていうところになってくるので、そういう意味では、こう、頭部外傷の方とかでね、結構中に損傷が大きかったりすると、よく抑制性がね、保てないとか、すぐ起こっちゃうとか、ね、よくあるんじゃないかなと思います。じゃあね、こう、新人さんじゃない、臨床のヒントですね。今回はね、周囲のサポートっていうテーマで挙げてるんですけれども、まず臨床のヒントとして、教育とトレーニングですね。やっぱこうご家族とかね、あのまあ仲間の方とか友人ですね、そういった方にちゃんとこう病態の説明とかリハビリテーションの意味とか、あるいは、ね、ご家族でできるこうサポート体制とか技術とか、そういったものをちゃんと教えていかないと、こういった報酬系の何かしらの依存とかね、落ち込みとか、ああいったものってなかなかね、あの医療者従事者サイドだけの問題で解決できるわけではないので。あと2つ目としてね、こう達成へのお祝いですね。やっぱりどんな小さなことでもやっぱ患者さんを積極的にね、やっぱり褒めていきましょうってね、前もねそういった話したと思うんですけれども、そういったやっぱ褒めていくね、あの褒められる方が伸びるってね、特に学校教育の中の以前論文で出した、ね、そっちの方がやっぱり生徒たちは学習意欲を持って成績が良くなるっていうね、論文が教育業界の方から出てましたけれども、まあ、そういった部分でやっぱりリハビリでは基本はやっぱり褒めていったり、あるいはモチベーションの源になるトリガーっていろいろあると思うので、患者さんとの歩みのね、こう記録した写真のアルバムを作っていったりとかね、まあ、スマホなんかで簡単に撮れますしね、リハビリ場面で感じたこと、前向きになれたことをメモしていくとか、ね、ああいった部分すごくいいかなと思います。あと、ピアサポートグループですよね。で、患者さんがやっぱ同じような経験をしている方と一緒に交流できる。ね、今 SNS なんかもいっぱいあるので、脳卒中の方、ね、失語症の会、ね、パーキンソン病の会、もちろんね、そういった精神疾患の方の集まる会、ね、発達障害の方とかね、親御さんたちの集まる会。そういったところで体験を通じて互いに学び合いましょうってね。そういったところがこうつながって経験を共有して、やっぱどういったところで、まあ、これ頑張り今大変だけど乗り越えていきましょうっていうふうにね、当然学習の強化ね、そういったところにつながっていくんじゃないかなと思います。ということでね、あのまあ新人さんが陥りやすいポイントでね、
こういった教育とトレーニングに対してやっぱりね、あんまり新人の人ってあんまり最初は分からずにリハビリの中に組み込んでない方っていらっしゃるんですよね。どうしてもこう医療サイドで自分が何とかしないといけない、あるいは自分とドクターと看護師さんでチームでやらないといけないってところの、チームにご家族とかね、友人の方とかがね、抜けてたりね、まあ、もちろんいらっしゃらないことで成り立つような医療のね内容もあるとは思うんですけれども、やっぱり周囲とかね、特に地域とかね、いろんな方のこうお隣の方とかも含めて、そういったご自宅で安心して過ごせるで、何かあったらすぐ対応できるってね、作っていくのが基本じゃないですか、在宅復帰ですよね。でそれ、そういったところにこうやっぱり新人さんって、ね、まず最初はあんまりこう関心がなかったりね、知識がない方もいるので注意してほしいなと思います。ということでね、今回こういう形で10の質問ですね、まとめて、まあ、理解できてたか確認してみてください。即座学ね、主要の2つがね、なんだかなって、ね、かっこいい名前2つ覚えてるけどなみたいなね、まあ、そういった形でね、また見てもらって、じゃ回答はこちらになります、ね、皆さんしっかり押さえてみて、今回の即座学もしっかり理解していただければなと思います。ということでね、今回は即座学を終わらせていただいて、一応ね、次回でもう一回ね、ハイパー直接路、直接路、間接路ね、あそこを再度復習して、いろんな例えもね、ちょっと特急電車系とかね、ボクシング系なんかも入れてまとめたので、そこで再度やっぱ大脳基底核ループっていうのをもう一度理解していただくと、これまでね、ポイントポイントで理解してきた点と点が線になって、ね、みんなにさんに理解できるかなと思って、最後大脳基底核まとめていますのでね、次回もぜひ楽しみにしていただければなと思います。それでは臨床へ行ってきます。ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンライン・オフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。